さあ、ということで早速進めていきましょうかね。はい、アウキュステリンだよ。違う、間違えた。いや、いいのか。ストーリー、キャラはこっちだからストーリーはこっちだった。第19話いってみましょうかね。これまではやはりカタリナを使っていたんですけれども、やはりシャルロッテが仲間に入って以上はシャルロッテを使わないでどうするんですかっていうことですよね。超可愛いですよね、シャルロッテ。もっとこうグラブルバーサスのハービンがいっぱい使えたら感動的だったのになとか思ったりしますけども、さあ行きましょう。よろずやシェロカルテの情報によれば、ファータグランデ空域の島々で異変や混乱が起きているのだという。その規模は大小様々とのことだったが、カタリナの一件から何者かの悪意を予感するグランたち。そこで、気空団の団員であるオイゲンが滞在しているアウギュステ列島に向け舵を取る。さ、お前ら久しぶりだな。なんだか大変だったって聞いてたぜ。赤岩の老兵オイゲン、かつてこの水の島アウギュステで出会い気空団に加わった熟練の気空師。かねてより依頼により一時的に気空団を離れ、故郷アウギュステに滞在していた。その後、帝国軍の活発化の知らせを受け、そのままアウギュステに留まり、警戒を続けていたのだった。オイゲンは元気そうだな。こっちは聞いての通り、大変ってもんじゃなかったぜ。そうね。まさかカタリナがグランとルリアに本気で剣を向けてくるなんて。ああ、自分でもまだ信じられないが、とにかく、グランに救われたよ。空域内のいろんな島で混乱が起きちまってるんだよな。ここに来る前に立ち寄った島でも帝国が悪さをしようとしていました。アウギュステは前に帝国に侵攻された島だからな。あの時戦った連中とずっと目光らしてたんだが、どうやら当てが外れたらしい。だからまあ今んとこは平和だ。今日明日に突然ってことはまあねえだろう。え、でもよろず屋さんが説明しづらい異変が起きてるって。あ、そうなのか。観光客がチート騒ぎ散らしてたみてえだが、そんなのいつもだしな。そうなんですか、よかった。じゃあとりあえず今日はもう休まねえか。おいら疲れちまったぜ。いろいろなことがありましたもんね。休めるときに休んじゃいましょう。なんじゃ、俺もここに泊まってっから、なんかあったら呼んでくれ。ありがとう、助かるよ。おいで。なんかいろいろ起きてっけど今日はゆっくり休めそうだな。みんな
それじゃあおやすみ。グラン、おはようございます。おはよう、ルリア。昨日はよく眠れた？はい。ザザーって波の音が心地よくてすごくリラックスして。あれ、外から何か聞こえませんか？これって出た。出ました、キャタピラさんだ。カタリナさん。いや、キャタピラさんだ。静まりたまえ。動揺する観光客たちでざわめくビーチ。騒動の中心なのが人々に囲まれ、ひときわ大きな声を上げる青年たちがいた。静まりたまえ、静まりたまえ。ちょ、ロアイ、マジであれ力ずくで止めるしかねえべ。三人がかりならなんとかなるって。おめ、急にどうしたよ。なるから。祈り的なやつ捧げても、あの殺戮マシンには効かねえよ。だってよ、あのキャタピラは、パーペキ俺らの妄想の産物っしょ。それがギュステ火の海にしてっとか。仮にあれ止めたとしてさ、その後の損害賠償的なやつ、マジヤババ、バビロン確定っしょ。タカシ、じゃあもう祈るしかねえわ。静まりたまえ。割り切り早えな。つーか、マジ妄想がリアルになったか。一体全体何がどうなってんだ。このままじゃせっかくのリゾートがめちゃくちゃになっちゃいます。もしかしてこれが異変？とにかくあのカタリナさんっぽいのを止めよう。青の少女、青少女の力を操る帝国の実験体の少女ルリアのこと、機密の少女とも呼ばれる、力を行使する際に発せられる。ああ、じゃあちょっと字が小さかったな。ファンタジーとは、サイズ的にはサイズ的にはシャルロットと同じぐらいなのか。これによりこうよりシャルロット団長の可愛らしさが際立ちますね。
グラム、今のは一体なんか本物に戻ったみたいな感じに見えるこれ。似た衣装が施されていたように見えたが、わかりません。でも暴れ回っていて、まだあっちに残ってるみてえだ。それにこの混乱に乗じて魔物も現れた。グラ、頼めるか。はい。空の世界、遠くに浮かぶ無数の浮島からなる世界、突破困難な小流域により、いくつかに分断された。あ、もう全然ダメじゃないか。さあ、というわけで第21話巡り合い行ってみましょうかね。うん、せっかくだから、武器はね変えないと。風だっけ。よし、おい、せっかくなんでちょっと上限解放してみましょうか。冷静に考えると、S レアじゃなくてよかったんだよ、多分ね。SS レアとかならまだしも。ねえ。
まあ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 、武器が強いに越したことはないですからね。出てきましたよ。その体育に似合わない深いため息をついた彼、彼女の名はファスティバ。決闘遊戯、デュエルのスターであり、カジノ邸ジュエルリゾートが抱える花形デュエリストだ。そんな多忙な彼女は久方ぶりの休暇でこのリゾート地を訪れていた。カジノやデュエルの喧騒と歓声から離れ、穏やかなさざらみの音で耳を撫で英気を養うはずだったのだが、助けてくれ。お、いつもの人。もう一体何なの？せっかくの休暇だっていうのにこんな騒ぎになって、リゾート地で迷惑を振りまくなんて意地の悪いやつもいたものね。ちょっとお仕置きしなきゃかしら。どれどれ、悪さしてるいけない子はどこにいるのかしらね。破壊する、破壊する。お姉さん、あそこです。おい、やめろ。仲足りな、なんとかしてくれ。私がか、そんなことを言われてもだな。もう、なんなのよ。でも実際、すごくカタリナに似てるわよね。断じて似ていない。いや、かなり似てるっす。っていうか、隣の B さんには、隣に戦車の横に書いてる B さんにはみんなあんま反応しないんですかね。ちょっとラブ注入して反省してもらうわよ。楽しんごみたいになってる。お、また来ましたよ、カタリナ。志村、後ろ後ろ。くそ、数が多い。このままじゃアウギストが文字通り火の海になっちまう。破壊する、破壊する、リア充爆発しろ。だんだん可愛く見えてくるところがこう、キタピラさんの良さだよね。さて、あなたたちね、素敵なリゾートでみんなの楽しみをぶち壊しにしているのはファスティバさん。あら、どうして私の名前を。あ、ジュエルリゾートの常連さんだとしても、それとこれは話が別。リングの外だけど、あなたたちには特大の愛注がせてもらうわ。なんだか敵意むき出しだぜ。それにオイラたちのこと覚えてねえみてえだ。何やら様子がおかしい。この違和感、以前の私と同じく記憶を改ざんされているのか。だとしたら、あの黒い結晶みたいな魔物が近くにいるかもしれない。浜辺の特別デュエルスタートよ。世界の秘密を知る者および頂上なる者たちから特別視されている小さき竜とある特別な力を秘めており、一部の者は青の作戦。そろそろ短い文章すら読めなくなってきてるのはやばいね。大丈夫なのか俺。みんなのバカンスを邪魔する悪い子には、ファスティバさん、おしゃれだよね。覚悟なさい。この剣にかけて必ずキデル救ってみせるであります。かわいい。やっ、覚悟。ああ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 剣で切られても大丈夫な。ファスティバさんの体ってどうなってるの。
氷の花となる愛しくれねえ。行け、恨んでくれるな。よし行け。あー捕まった。あーあーかわいいとか言ってる場合じゃなかった。まだいけるまだいける。やったぜ。恐ろしい相手だ。問題ではないのであります。そうだそうだそうだ。バスティバさんが仲間に続々と仲間が入っていきますな。さあどんどん行きましょう。22は迎撃、そして迎撃。2回重ねていくスタイルですね。やったボロボロボロ。聞いたわ、さすがは団長さん。って、あれ私、どうして団長さんたちにお仕置きだなんて。ファスティバさん、僕です、グランですよ。私と同じだ。グランと戦い、急に記憶を取り戻した。偶然とは思えないな。戸惑うファスティバをよそに慌てた様子でオイゲンが駆け寄ってくる。来たぜ、向こうの浜の方からまたカタリナっぽいのが。いちいち私の名前を出すのはやめてくれ。話は後だ、迎え撃つぜ。あ、で迎撃ね、なるほど。ゼタとバサラガの所属する組織、その目的は謎に包まれているが、封印武器と呼ばれる特殊な武器を用いるエージェントを各地に。ああくそ、よーしさっさと片付けるぜ。魔物が混じってトライトライト、我が奥義お見せしよう。安らかに散る。アイシクルネイル、おめでとうございます。終了。仕掛ける、安らかに散る。アイシクルネイル発動。さあどうした。仕掛ける、決めるであります。やっやっやっ、アタック、落ちろ。フィニッシュ、やった。クエストクリア。恐ろしい相手だ。
はい、第23話止まらぬ暴走。装備をちょっと変えますかね。OK かな。あ、違った間違えた。オーシェイ。しかしよ、まさか沢城もどっから湧いてくるんだ。グラブルからあんなロボになるとは誰も誰もちゅうか予想しなかっただろうな。ちょっとかわいそうです。ルリア優しい子や。ルリアまで。なんとかして原因を突き止められないかな。だな、結構な騒ぎになってきて、魔物やゴブリンも便乗してきてやがる。魔物は放っておけない。できる限り被害が広がる前に倒しておこう。あ、十天神の槍を司る賢人、とある大商人の家の出身、すでに落ち着いていて達観した雰囲気を持つ。かつて商人が両親が争いに巻き込まれて死んでしまったことから、おおお俺は一体何だろう、何に立ち向かおうとしてるんだろうかな。これ本当だ、混ざってる。新しい魔物みたい。さあ次が第24章俺がやりましたですな。順調じゃないかい。光か、光属性は作ってないな。完成。どんどん行こう。うるさいぞ、まとわりつくな。姉さんなんだやっぱ。あれ、あの人って俺の大事な、なんだっけ、思い出せねえ。思い出そうとするためにこいつらが出てきやがりんぐ。おおい、ローアイ、これ以上量産すんじゃねえって。せっかく沈下したっつうのにまたやんちゃさせんのか。マジでやめろし。こいつ使いこなせたら全空取れんじゃねえかな。頭を抱える青年の親友トモイは必死な様子で説得を試みる。もう一人の親友のエルセムもまた大仰な身振り手振りでなんとか事態を沈めようとしていた。しかし
悩める青年ローアインの妄想は次々と権限を続けていたのだった。見つけたぜ、こいつらの周りからあの小さい姉さんが生み出されてるんだもう小さい姉さんって名前になった。今はあのカタリナさんっぽいのがこれ以上現れないようにしないと。わけがわからないが、やるしかないということだなまあそうなりますよね。お、白雲戦争、かつて星の民との間で繰り広げられた戦争であり、空の世界に住まう人々はこの戦争によって世界を取り戻した。空の世界にとって大きな転機となった出来事でもある、数百年も昔の。あっちゃー、もうこれいけると思ったんだけどな、今これはいけると思ったんだが大失敗。はい、出ました。おいっす。おいおい、もうわけわかるだ。破れかぶれで行くしかねえ。この剣にかけて必ず貴殿を救ってみせるであります。かぶれ、ここにかぶれ、青の怖いと思うな。いかであります。やっべえ、どうや、どうや、これあのご存知の方もいるとは思いますけど、あのカタリナとやってる時だけセリフが普通になります。まあ彼らの普通なんで、彼らから見たというよりも我々の普通の感じなので、マジな感じを入れております。氷の花となるアイスクレネール。よっしゃ、隙だらけだ。一刀両断だ。おこれでよかったのか。上下で美しい形。休憩するか。緊張感が足りないのでは。お、スキンが、ほとんどスキンまだ変えたことないですからね。おい、クリアオール。お、勝ったけど仲間にならなかったな。さあ続いては第25話怒りの魔導級ですね。まあ、魔導級ですからあのお方でしょう。ん？風？だから火か、火だね。一瞬ちょっと変えてみようかなとか思ったけど、いいか、いいな。よし、これでいこう。これでおい、倒れた。収まったのか。そうみたいですね。歴戦の戦士たちが困惑。
踏み荒らされた浜と耳障りな喧騒に対し強烈な不快感を示す女性が一人。無限の矢を生み出す魔導級の使い手、そしてあらゆる魔導士が羨む飛翔術を会得している天才メーテラ。彼女も例に漏れずこのリゾート地で羽を伸ばそうとして訪れていたのだが、朝起きてみればこのありさまだった。たまにはひねりのないバカンスもありかなって思った。でグランたちより先に来てたってことね。なにこれ、なんかすっごい想像しいんだけど。ねえおじさん、この騒ぎいつもの人、お祭りとかそういうやつなの？やっぱおじさんなのね。いや違うよ、さっきまで妙な機械が暴れ回っていてね、観光客はほとんどいなくなってしまったよ。まったくどうしてこんなことに。やっぱそんな感じだ。ああほんとタイミング悪い。あっちの人たちが何かしてから一旦騒ぎは収まったみたいだけどね。あ、いや、もしかしてあの人たちが原因か。どう考えても何から何までおかしい。偶然だとかの話では済まないぞ。ノアインさんたちもなんだか普通じゃない様子でした。昨日グランが言ってた通り、アウギュスタでも何か起こり始めてるってのか。ふん、確かになんか怪しいね。志村、後ろ後ろ。それよりお姉さん、時間あるならこれからどう？こんな時に会ったのも何かの縁だと思うんだよね。やめとく。でもいろいろ教えてくれてありがとね。いいじゃんいいじゃん、こんな時だし穴場の店とか。なんで喋り方すげえ若者なんだよ。今ムカついてんだからぶっ飛ばされたくなきゃ消えな。はーい、ハレンチ姉ちゃんじゃねえか。アウギュステに来てたのか。実はよ。はあ、初対面の相手にハレンチとは随分じゃねえか、このトカゲ。いやいや、そんな格好してるでしょ。ここにいる全員私の魔導級の的になってもらおう。なんて理不尽だ。むしゃくしゃするしさ、てめえら全員と捕まえてこの島出禁にしてもらうから。やっぱりメーテラさんも記憶が。間違いなさそうだ。でも今はさあ、買わせるもんなら買わしてみな。まあ要するにあれだよね、こうグラブル界の最古感みたいな。ああ、いやいや、星のおしまい。ああ、はるか昔よりそれに伝わるとあるおとぎ話に登場する伝説の地、その存在は星の民と、同様にだった。ちょっとこれ収録中の画面になるといきなり画面がちっちゃいんだよね。私マジで切れてっからさ、覚悟してね。魔導球って便利だ。この剣に椅子にもなる。必ず貴殿を救ってみせるであります。ゴさすがに疲れた。
はい、ということでメーテラさんが仲間になりました。やりましたね。